なる気がしたんだ。やってみて一番良かったんじゃないかなっていう風に感じました。はい、素晴らしい、ね、さあそれでは、会場の皆さんの感想を聞きましょう。堤さん、はい、お願いします。はい、では演歌合唱団の山川豊さんにお話を伺いたいと思います。いかがでしたか。一人一人のねやっぱり試合とか、それまでに行く過程をこう歌を聴いてやっぱりちょっとうるるっときましたね。優勝です。